ママだよ、そうだよ、ナナさんだよ、全部全部ナナさんだよ、こんばんは、全部ナナさんだよ。青木地さん、キアヒさん、ありがとう、たい焼き Thank you。 このパターンは全部ナナさん、ナナさん、ユーナーさん、ユーナーさん、ナナさん、ナナさん、ミーヨンさん、ユーユイさん。今日は村山ゆりさんの誕生日だよ、おめでとうございます。キヨシさん、ありがとう。ミヤティさん、ありがとう。なんか開いてんのかな、開いてないわ。違います、ユイリーさんです。おこだよ、何に怒ってるんですか。ミヤティさん、ローラミックさん、 STI さん、ミヤティさん、ナオさん、ありがとう。そう、ゆきりかさんのお誕生日、ナオさん、ワンタさん、ワンタさん、ありがとう。今日は誕生日、え、明日友達の誕生日だ、お祝いしよう。そう、ゆいりーさんとゆきりかさん、ワンタンさん、青木地さん、よしこっこくんさん、ありがとう。今日はお友達に会いました。メールで送った人です。さやかは食べましょう。見逃したの。なんかさ、今日さ、ショッピングモールみたいなとこに行ったんよ、友達と。だけどさ、そのずっと目がさ、もう痛くて痛くてさ、コンタクトがおかしいんか。配信終わったらすぐ撮ろ。ひらつぐさん、ありがとう。同じ誕生日、ひろさん、しんさん、ありがとう。ジャイアの誕生日、トンさん、ありがとう。こんばんは。唇に色がなさすぎる今日。もういいや、目が痛いの。しんちさん、ありがとう。音も可愛いよ。どっちも痛い、なんかめっちゃ痛い。メイクかな、ドライアイじゃないと思う。なおさん、ありがとう。あ、指輪チェキ届いた。おくじさん、ありがとう。なんかチェキ届き出してるらしい。トンさん、ありがとう。世の中のいろさん、ありがとう。なんか今日山梨全体的に無理だった。こんばんは、こんばんは。やっといつものコンタクトなんだけど、多分マスのやつはこのマスカラがまつげが悪い気がする。なるかりさん、ありがとう。こんばんは、岡田いちごさん。そうだよ、朝取りに行く。お、やった、嬉しい。そうだよ、マイルームです、これが私の、これは私のマイルームって感じ。実家の不在届が届いてた。あら、じゃあ再配達していただいて、ニュースしてね。チョキありがとう。こちらこそありがとう。かなえなんかなんとか絵になったらしいよ。ゆうゆうさん、ありがとう。やはなしようしぬ、あなたはすか。えたらさん、ゆうゆうさん、ありがとう。見て、これ毎回見せてるけど、あのオーディションの時のやつ。うん、明日朝早い、頑張ってね、早起き。今日のイミーさんだよね、広島。スーさん、エタロウさん、ありがとう。岡田の店開ける、開けるよ。 STI さん、吉風さん、ありがとう。スーさん、ありがとう。そうだよー、実家だよー。今日桜坂さんの東京ドーム来るさんとさ、安住さんが行ってたや。懐かしかった、いいな。懐かしかったじゃない、羨ましい。これ羨ましいなって思って、家に帰ってきたらこれがあって懐かしかったっていう話をしたかったんですよ、私は今。ぜひ叩いた。そう、あれね、文字読むの難しいよね。なんか反射をこう角度を変えていかないとできない。これは上村里奈さん。あ、取れてる、何これ。こんばんは、ガッチさん、文子さん、ありがとう。今日も暑かったね。暗闇をねやったって噂に聞きましたよ。ハイキーさん、ダチョウマコさん、しぶきちさん、くまさん、ありがとう。こんばんは。違います、アントンさん、くまさん、ありがとうね。みんなおたこつしてたよ。なんか山梨のそのショッピングモールの中にある CD 屋さんみたいなところがあって、 STR かなって思って探したら、今
なんか息をする心1枚しか売ってませんでした。悲しかったです。アルバムも売ってください、お願いします。あのあそこの CD 屋さんお願いします。カレー付録のポスターで、ここにね、あのいろんなグループのポスターあるよ。これ全部ポスター集、いろいろあるけど飾ってるのはナナさんだけ。いや、アンパンさん、吉川くんさん、ありがとう。そう、キルさんね、バックスもね、金髪いいねって、オッケー。パセリさん確かに推しメンだしね。あー、防波堤こんばんは。裏面のメッセージ肝に銘じて、そうだよ、肝に銘じてください。触覚ですか、今日髪の毛ボサボサすぎて髪の毛縛った、今日下ろしてたんだけど、あんまりのボサボサ具合に。ああ誰か買った説、売れすぎたということは売り切れ、あ、そうだよね、誰かが買って売れすぎ、売り切れってことで、そうだよね、うん、そうだよね。なんかウキウキしてっていうあるかなって思ってみたら、息をする心一枚しかなくて涙が出てきました。これは元から、まあ、涙目は元から。いや、明日リリーベね、あのえ、めっちゃリリーベのさ、あのイケちゃんが出演決定みたいなのあったじゃん。どういうことって思って、イケユラさんは池田ユラさんとしてじゃなくてイケちゃんとして出るってことはした。ツーデスさん、リキンさん、ありがとう。佐々木さん、ありがとう。え、今日 CD なんだっけ、あのサイン書きに行ってたんですよ。福井さん、ありがとう。そうだよ、北沢いちご応援店舗になってくださいって、直談判しに行こうかと思った。リキンさん、ありがとう。北沢家が買い占めた説、長野から遠かった、遠かった、山梨行って、こんばんは、こんばんは。この部屋で、そうだよ、聖地だよ、ここ。やばい、目がむっちゃ、まあ、さっきからも、だから今日一日中涙目、もう早くメイク落としてコンタクト取って眼鏡にします、今日は。じゃあみんな、あの山梨の某ショッピングモールの、山梨のショッピングモールなんて言ったら1つ2つぐらいしかないんですけど、映画館がある方のショッピングモールの CD 屋さんによろしくお願いします。やばいよね、愛さん、え、だ昨日のさ、オールナイトフジコ見たよ、可愛かった、ミステイン先輩たち。川崎来ないの、写真出なかった、かんかま、そう、面白かったの、イケちゃんが出演決定みたいな。イケちゃんってん、イケちゃんって池田由良さんだよなって思ったけど、まあ公式的にもイケちゃんだよ。第二の名前みたいになってるから、帰省なんだよ。秀太郎さん、ありがとう。え、そう、でも今日さ、桜坂のさ、ライブがさあったじゃないですか、もう羨ましい。私はファーストツアーしかなかった、桜坂さんもファーストツアーのポンポン叩くやつ、これは欅坂さんの横浜のアリーナツアー、これはなんだ、これはうん、ひらがなけやきって書いてあるね、ひらがなけやきのなんか、あ、走り出す瞬間ツアー2018ですね。なんかあるかな、なんか いろいろありすぎて何がなんだかわからないよ、この部屋は本当に。これはあの木崎ゆりやさん、うん、これは矢吹奈子さん、これは日向坂さんの時計、何でもあるんですよ。ああ、明日行くの？いてね、らしいね。聖地の行き方ですか？山梨の行き方は、まあ、まあやってこうやってそうしたらいいんですよ。ツンさん出たのいいな。そう、某 CD 屋さんへよろしくお願いします。え、見たよ、缶バッジつけて載せてくれてたやつ、池田由良さんと池ちゃんさん別人なのかもしれない。勝手にサインやばいよ、
もう急にマスカラここで取り出せないんですよ。その取っていいよってあの言ってくれたの取れないんですよね急にね。アリーナツアー2019のリストバンドもありました。欅坂さんの欅のとかね言っちゃいけないですからね。こんばんは。そういいなとも話してよ。ゆうなんね行きたがってた。6年前は何歳だったの？19歳引く6だから13歳じゃない。ふん。走り出す瞬間ツアー行った。じゃあ、恐ろっちだね。恐ろっち。なんて言ったらいい？ね、今日はいろんなイベントがあったっぽいね。アイドル界隈。ああ。15さん、あんた、ありがとう。ひーちゃん、お米少ない？買って、それは。席届いた。あ、嬉しい。こちらこそありがとう。メッセージ読んでくれてお買い物に行ったの。席届いて反省しました。反省したの？反省しないで。そんな反省するようなこと書いたっけ。全身だよって送ったぐらいじゃない。そんなことないっけ。ルーさんありがとう。見たよ、見てるよ。ひーちゃん金欠らしいよ。一緒だねって言っといて。ひーちゃん毎日金欠のイメージだけど。もしたらさ、なりかりさんありがとう。13歳のいちごちゃん、13歳のいちごちゃんで中 1？ わかんない。欅坂大好き女なんじゃない多分。こんばんは。これはザンビの小林ゆいさん。こんばんは。なんか何でもあるよ。桜好きもね、ここに6枚ある。アンビバレントもあるし、今日はもうあるね。何でもあるね。この部屋はね、結局何でもあるんですよ。こんばんは。仲良くなれそう。仲良くなろう。甘すぎて、甘すぎて。レンゴさんありがとう。たい焼きありがとう。欅の時ツアー行った。じゃあ出会ってるかもね。欅共和国のやつとかもあるよ。欅共和国。わあ、なにこれ。脱出ゲームもしたし、これはわかんない。なんだこれ。2019年の欅共和国。奈々さんは何歳から好きなの？もうずっと前。もうずっと前。ちょっとずっと前しか言えなくておもろいんだけど。チェキ届いた。メッセージ嬉しかった。嬉しい。チェキ届いてて、へへ。結構届き始めてるから、あのまだ来てないよって人ももうすぐ届くはず。待っててね。佐中さん結婚して、大丈夫な発言なんですかそれは。ちょっと契約違反なのでちょっとまできないんですよ。申し訳ない。謝罪。ななさん、そうだよ。豊中の広瀬ドリドピさんありがとう。ザンビとかいうの懐かしいよね。真っ白なのに汚したくなる。大好き。今日は吉国国民さんありがとう。セットリ神、やめて。セットリネタバレやめて。私はまだ知らないから。吉国国民さんありがとう。ななさんに LINE してる。どういうこと？ななさんとは連絡取れません。私は明日リリーベね。頑張って。頑張ってじゃない、楽しんでって思った。頑張ってって言っちゃった。ナナさん、福田さんありがとうね。発想早いよね。ノブさんありがとう。あ、カナヨの名前間違いのやつ出てきた。シンガ君ハートありがとう。契約違反なんですよ。もう契約違反すぎて泣けてきたっていうことにしようかな。嘘だよ、泣いてないよ。契約違反なんですよ。結婚してるアイドルはやっぱりね、やっぱ良くないかなっていうこの気持ち。ニラさんね。アキさん、アキさんニコ生人間なんでしょう。こんばんは。今後通わせてください。通ってくれるんですか。言いましたね。私は覚えてますから。ちゃんと来てくださいよ。ちゃんと自己紹介してください。我が、あの、七札みたいな作って、貼ってきて、こうやって。これ七さんだけど、この辺とかに貼ってきて。
私は覚えているからなって言ってありがとう、待ってます、待ってる。お話し会もね今受付中なので、私のおすすめは広島のリアルお話し会がおすすめだす、なのでよろしくお願いします。次ナナさんに会えるとき、ナナさんに最後に会ったのめっちゃ前なんだよ、私めちゃくちゃ前なの。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、物が落ちてしまった。なんか映るかな、この部屋の何かが。怖いよ怖いよ、映る、あ映らない、怖いよ怖くて。今何しようとしたんだっけ、あこれ拾おうと思ったんだ、オッケーオッケー、よいしょ。りっちゃんさん、ゆーちゃんありがとう、たい焼き。お人生最初の握手なの、おチョキ届く、やった。あ日向祭だよこれは、これ東京ドームの日向祭。ゆきみきさん、まさきさんありがとう、いいなチェキ、奈々さんに会いたいよ。じゃあ岡田奈々さんに向けたメッセージを発表するね。岡田奈々さんへ、とっても会いたいです、ハート。やべ、ちょキモいか、キモかった、どうしよう、キモかった。ゆきゆきさん、拙者さんありがとう、見に行ったな、ないみ席の左上にハート貼ったよ。あのシールさめっちゃ分厚すぎん、あれ発送できるんかなって思ってて、発送できたっぽくてよかった。サバさんありがとう、受付中、受付中だよ、ナナさんだらけ、ナナ反対か、ナナヤサカの歌5時間並んだ、めっちゃ並んだね。私は欅時代の渡辺理香さんの握手会もなんかもう4時間ぐらい並んだ、めっちゃ辛かったでも可愛かったから秒でオッケーって感じだったけど。マカロン、マカロン多分もう寝てるかもしれん、マカロン、うちのワンコは。はあうん、うちのあんこ寝てるよ多分わあこんばんは、あぐさんハートありがとうえね、 X 更新してた、ハートいいの押した、でもいいね見れなくなったから私がいいの押したかわからないということですね。うん、ココアさん、うわ泣いてるみたいあ、確かにスマホの裏に挟めない、確かにそれを考えてますね。スマホの裏に挟みたいって思った人はあのシールをもいでくださいあーシールもいでください。4時間半並んだ、お疲れ、めっちゃ並んだねうわ、ナナさんとイチゴポーズしたんでしょ、いいな、裏山ですよ背中のヒラさんありがとう、そうめっちゃ可愛かった、ぴょんぴょん跳ねてたリカさんうん確かに東京から広島行けるな、4時間あったらねじいのさん、マカロンに会いたい、7月7日のお申し込みしようと思ってくれ、メッセージ見てやめた、本当でもさゆいのさ7月7日誕生日当日なんだけどさ、オンラインお話し会がなんか極小みたいなのになっててさ、もう少しで多分完売するんよ、めっちゃ喜んでて、そう完売したいなって言ってたから、もうお話し会に行って発表された時からずっと言ってたの、だから全然、まあ、その日だけなら全然いいよ7月7日は奥田ゆいなに行って行こう、みんなで、その日だけだよ、その日だけは許可犬アレルギーなの、うんアレルギーだよ普通に、でも別に大丈夫、マカロンはマカロンと配信しょうがないな、じゃあ実家にいるうちにね、あー噂されてる、噂されてるのかな、ここにユイニャンいたら、ユイニャンいる、ユイニャンいない、こんばんは、
くしゃみが止まらないですよ。まさきさんありがとう。マカロン寝てるよ多分。なあ、なんか飲んで。うん、何もない。残ってた、戻ってた。大丈夫だよ、ありがとう。トンさんありがとう。ハウスダストな気がする。マカロンね、びっくりしてた。マカロンドッキリ選手権したんだけどね、びっくりしてたよ。パイナップル。あ、7月7日の奥田結菜の枠だけならまあいいですよ。え、今日さ、そのショッピングモールに行ったら、したらリンゴ飴のお店あった。りっちゃさんありがとう。ゆいにゃにタンプレー渡すよ。でもこれはまだ秘密だから言わないよ。いちごのサインかっこいい。本当、いちごのサインは一筆書きできるの。シュッいたらおもろいよね、やばいよね。田中さん、まさきさんありがとう。ゆいにゃんコメント、ゆいにゃん軸面白かった。カメリアケイさんありがとう。たゆきオールナイトフジコね、間に合ったよ、時間見れた全然。ハルカリさんありがとう。山梨奥田に奥田を呼び出す。初期のナナさんわかんない。初期か髪長いぐらい。でも手元にある髪長ナナさんはこれしかなかった。なんかローソンのコラボみたいな。これからも、これからもね、一生よろしく、よろしく。イケピスさんありがとう。リラックス中。めっちゃ遠いよ広島、山梨って。すごく非常にとってももう5、6時間かかるんですよね。さっきユイナの配信中にそう、なんかあのさ、後からそう知ったんだけど、全然マジで関係ないことを送ってたけど、タイミングが良くてなんか見てるみたいなと気まずかった。全然見てませんでした、奥田結菜の配信は。 OK B B さんありがとう。いちご飴なかった。え、でもあるんかな。なかった。31あって、そのキャンプなんかさ10個のやつやってるじゃん、あれ食べようと思ったけどね、なんかお腹いっぱいだから食べなかった。タピオカ飲もうと思ったけどめっちゃ並んでてやめて、なんかいちご練乳バナナスムージーみたいなのを飲んだ。涙目ですよ。ぶどう飴、そう、りんご飴、りんご飴。イケメン、懐かしいでしょこの写真。うん、知ってるよ。のいみーさん、何でも出てくる、大体のものは出てくるよ。なんか総選挙のさ、え、そう、ちょっとこれ見たかったやつがあってさ、総選挙ガイドブック、うん、2018、これ前も見た気がするけど、17、18、ユミリンさん、ユミリンさん。だからさ、 STU もさ乗ってるじゃんと思って、1期生の先輩方見ようって思ってさ。リーナちゃんプレゼント買ったって。ローソンコラボ懐かしすぎ。写真パネル、リンゴさんありがとう。お、ポスター申し込んだ。じゃあ2回連続当たったらいいね。ナーニャさんの持ってる、いいな、懐かしいね。明日来るさんと握手。あ、そっか、そう、あ、だからまだ東京にいるってことなんか。あ、そういうことか。ジップはやばい。いちご味食べた、いいね。ブルーレイ見れる機会、え、でも私もなかったけ、結構前だけど買って、欅坂さんのなんか見るために買ったけど、なんかねドンキで買った記憶がある。写真撮ったことあるのいいな。うん、いちごは全然19歳だよ。そう、本当に遠いですからもう見えないですよ。広島から飛行機だと羽田まで行って電車、山梨で飛行機に乗ったとしたら、うん、多分自力で行くならそうかな。めっちゃ持ってる。そう、明日来るさんいいね。
明日鬼滅リアタイ配信え、できない待ってできないんだけど、どうしよう明日、あできる、あできうーんって感じ感無量やばい、そんなあれえ、あれってさ何県、横浜、あれ何どこ、横浜に友達住んでるんだよね、おすすめしとこうかな、横浜だった、山梨は静岡から名古屋に出るの、山梨に帰るためにはあの新幹線、えてかさ山梨広島のさ夜行バス調べたらもう十何時間とかでもう具合悪くなりそうだった、だからやめてる普通に、だから広島から名古屋、名古屋から静岡で乗り換えして、静岡から2時間ぐらいでファザーに運転してもらってる、でも電車だけで行くならま、静岡か東京まで新幹線で行って電車かな、それも結構遠い、横浜は神奈川県です知ってます、こんばんは激闘なんですよ、千穂さんかわいい、え、かわいい、え、かわいい、もう全員かわいいやん、かわいすぎるそう遠いんですよ、ココアさんだ、三四郎時代のココアさん、かわいい、そう乗り換え乗り換え、あのんちゃんさんだ、かわいい、あゆみにんさん、ブチ頑張りますって書いて、まひなさん、まひなさん発見、まひなさん発見、ちょっと今まひなさんのことを熟読するから、まひなさんが18歳の時か、じゃあ1個しか変わらんのか今の、やば、ピンクじゃないたい焼きもういるって、いりますいる、高校野球愛は誰も負けない、もう阿波踊りに参加、うん、これはね違うよ、総選挙ガイドブック2018です、りちゃんさんありがとう、たい焼き、ゆりこじさんありがとう、たい焼きありがとう、スキーさんのとこだったの、まひなさんを見て喜んでる、甲府に行く特急静岡から、あそうなの、なおさんありがとう、総選挙あったら出ますか、出ますよ、ないけどね選挙本、そう、うん、まひなさん発見、まひなさん発見ね、えコッコさんかわいいんですけど、私の推しメン、うん、パロブさんだ、かわいい、アオイさんだ、かわいすぎる、特技はピアノとクラリネット、耳コピもできる、すごい、つまらない冗談も全力で笑ってくれるらしいです、アオイさんは、あかりさんだ、あかりさんはソウル無線物に選ばれるって書いてある、2級船舶免許、あ電気が切れちゃった、電気これ何、リングライトが、あ切れちゃった、熱くなりすぎたのかな、でもそんなことでもなさそうなんだけど、これ切れちゃいました、あ熱っ、やけどするかと思った、めっちゃ熱かった、ダメだった、ちょっと熱かったです、ダメだ電気が切れてしまった、電気切れちゃったからさ、なんか全然あの顔が暗いよ、ピンクのとったら、ならかりさん、田中ひろさんありがとう、無理だ、いいもん、これを見るから、ありささんだ、まやさん、そらはさんとかおきさんとかもいる、かわいい、ラッハー、マイキューさんだ、あこれで終わりなのか、なるほどね、暗いよ顔が、ヒロさんありがとう、
これ1年前のさ、ある2018年だもんね、これが2017年あった。ななさんかわいい、ありがとう、たい焼き Thank you。 いや、あった STU48。 握手会通ってたよ。木平さんありがとう。2018年ドラさんさん4人いるよ。4人、5人、5人か。木平さんありがとう。つかなくなった電気、無理、暗い、ここめっちゃ暗いんだけど、どうしよう。なんだろうね、これ暑、めっちゃ暑いんよ、激暑だから。今日いちごの日だよ、みんな。まさきさんありがとう、たい焼き。これがダメなんか、なんかないかな、なんもないんだな。あっつく、めっちゃ火傷しそうなぐらい暑い。リングライト使ってたの、そしたら切れたの。あ、ついた。でも絶対また切れるよ、これ絶対に切れます。もうななさんに会いたい。発作が起きてる。にっちゃん待機ありがとう。発作が起きるぐらい会いたいと思ってる。今日はいちごの日。みっちさんかわいい。スタンさんありがとう。ポスターじゃ我慢できない。どれぐらい合ってないの。え、めっちゃ合ってない。最後に会ったのはいつなんだろう。会ったのは重力シンパシー公演だ、3月。1年以上経ってるな、じゃあぐらいの、なんか ST が入る直前の重力シンパシー公演、公演か、公演が最後。話したのはお話か、オンラインお話か、いや違うわ、ユミリンさんのあれかで電話した。デルピーロさん、 SKM さんありがとう。そう、1年超えてる。そう、 STU に入ってから会ってない。デルピーロさんありがとう、ありがとう。だから STU 入る直前に最後に会っただけかも。無理かもしれない、泣けてきた、辛い、こんな辛い思いって感じ。そう、ほぼ入れ違いなの、ななさんと。悲しい。え、それの、もう半月も会えんか、半月無理だよね。一応に会ったことない。会ったらもう月一でぐらいだわんといけんくなるよ。タナンポさんありがとう。そう、話し会、話し会でね、いけなかったもん。コーラどういうこと。はい、参考。あ、あかりさんだ。あかりさんのあの、ほら、ウミガメの知識が豊富、マシンガントークが武器、南極ダマスダレを始めた。なんだ、バレーボール経験者。あ、そうなんだ、あかりさんって。タンスのイチゴさんに会いたい。え、なんかさ、サーヤンさんとのさ、リリーベのさ、なんかレポみたいなの見ましたけどね。月一は無理だから会いに行けない。じゃあもう無理、もう病んだ。すぐ病む。そう、話し会も3ヶ月ぶり。知ってるよ、ナナさん、ゆり曲を決まりすぐにやらせた天才って感じ。南京玉、玉すだれ、なるほど。
リサさん12歳やばすぎる。レポ見ないで、見るよ、わしはみんなのレポを見て、なるほどってなってるから。あ、レンガさん、あ、ミキミキさん、ありがとう、ありがとう。あ、手術場メンバーも書いてあるんだ。あ、妹子でしたんだ。誰も見せないようにしてるのもそうなの。みんなが載せてるの見るの好きだよ。何話したんかなって。あ、解放ですか、この年の不出馬メンバー。木下桃花さんだ、好きだよって感じですね。好きだよ、やばい、好きですよって感じ。うん、なるほどね。ひなさんどこ？あ、いた、まひなさんいた、まひなさんいた。まひなさんは耳掃除が得意らしいです。ゆきけんさん、ひいちさん、ありがとう。まひなさんの豆知識は耳掃除が得意って書いてある。知らなかった。プライオリティやりたい、私はプライオリティを やらないとやっていけない。じゃあ、もこさん、ありがとう。なるほどね。赤剣さん、ありがとう。このプチ情報みたいなやつ大好き、面白いから。ケッピーさん、エジニーさん、ありがとう。耳掃除してもらうの目標。皆さん本当に耳掃除が今もなお得意なのか気になりますね。プチ情報、ナナさんも見いとこ。フォーだよね、この時って。あと、ポイントさ。なるほどね。なるほど、ね、非常にいいですか。非常に、私は小学校の時休み時間にこれを読んでました。みんなが外で鬼ごっことかして遊んでる間、私は教室でこれを見てました。これを黙々と読んで予想してました、総選挙。そうだなつって。え、昇格したら送る、昇格しようじゃ。昇格する理由死ぬけど。え、待って、え、待って、予想してる自分、みんなやばい。総選挙2017予想してる、書いてある。え、怖い。え、やばい、激アツ展開、これ合ってるか見よう。やばい、みんなやばいよ。ちょっとどうなんこれ。送るね、送るの。え、予想してる、ちょっと合ってるか見よう。合っとるんかな。2017年でしょ。で2018年のやつを見たら書いてあるんじゃないのかっていうね、あれですよ。これさ、2018年、あ、これか、あってる、あった、リンゴさん、ありがとう。じゃあまず16位から見ていこう。16位はニャンニャン仮面。ニャンニャン、まさかのニャンニャン仮面。私の予想はナギちゃんって書いてあります。ナギちゃんだと思ってたらしいです、私は。で15位が、これ正しい方が高橋樹里さん。田中のひなさん、ありがとう。私の予想はカオタンって書いてありますね。カオタンって書いてあります。14位がナナさん。14位はチュリーって書いてありますね。なんか恥ずかしいんだ、呼び捨て女みたいな。まあ今は許される。
と思うんだけど、チュリーって書いてあります。あ、マキマシさんありがとう。大雪、そう、チュリーって書いてありますね。で13位がミーヨンさんだけど、私の予想は小島子って書いてあります。なんかちょっと嫌だな、なんかめっちゃ呼び捨て女みたいな。で12位が北原理恵さん、私の予想はナコって書いてあります。あ、ナコさんね、やっきナコさん大好きだ、投票したよちゃんと。で11位が横山由依さん、で私の予想はジュリって書いてあります。ひらがなで、だから高橋ジュリさんかな。おもろいんだけど。で10位が武藤トムさん、で私の予想はん、何位まで言ったっけ今、武藤トムさん、あ、10位か、10位が武藤トムさんで、私の予想はミーヨンって書いてあります。呼び捨てファンたちがすごいですね。ミーヨンって書いてある。で9位が実際は子供はるかさんで、私はなーちゃんって書いてありますね。ナナさんだと思ったみたいですね。なーちゃんって書いてありますからね。で8位が島崎はるかさん、で私の予想はキタリエって書いてあります。多分こう本当にこういう喋り方だと何にも合ってなくておもろいかも。で7位が須田あかりさん、私の予想ゆいはんって書いてある。この字見せてあげたい、ちょっと後で見せてあげるね。で6位ね、で6位が宮脇さくらさんで、私の当時の予想はダースって書いてある。須田あかりさんかな。うん、頑張って考えたんだろうね、休み時間に。学校のおつあっとんさんありがとう。随時予想スタイルはちょっと分かんない、どうしてこうなったか分からん。で5位が柏木由紀さん、私の予想はさくらって書いてありますね。で4位が山本さやかさん、私の予想はジュリナって書いてあります。おしめののみさん大気ありがとう。で3位が実際は松井ジュリナさん、あ惜しいじゃん、ここは誰かな、これ誰のこと書いてるんだろう自分、これ誰のこと言ってるの自分、怖い、これ誰のこと言ってるんだろう、待って怖い、ちょ、なんかこれ誰、こんなメンバーいるかな、字が汚すぎて読めません。小木ゆかさんって予想してる、全然当たりませんね、ダメですね、ちゃんと外してますね。で2位がまゆゆさん、私の予想はサッシーさんのこと、サッシーって書いてある、サッシーじゃなくてサッシーって書いてある、サッシーやもん。で1位がサシハリさん、私の予想はまゆゆさん、あら大外れ、1個も当たってません、ちょっと何にも当たってないです、自分の好みを反映させて書いてる。この字何マジ本当に見づらやばくないこの予想ほんまに、おもろ予想してんのちゃんとすごくない、全然当たってなくておもろいんですけど、はい、トンさんありがとうね、そう中間発表ですごかったから終わっちゃった、ありがとう、そう1位2位逆だった、めっちゃ外してる、全部外してる、いやかわいいなーちゃん書いてて、かわいいななさんのこと全部外してる。2018年の方はね予想してない、2016年、これ何年、16年はしてないのかな。前さんありがとう、そうめっちゃ難しい、2016年はね予想してる、あしてないね、してなかったです、残念。こんばんは、ちょっとしてませんでしたね。こんばんは、謎にこの年だけしてました、予想じゃん。STU 総選挙こんばんは、ヘデキンガンありがとう、たい焼きありがとう、自分が好きなメンバーを入れただけなんだと思う、これはあこさんとかも投票して
じゃんけん大会しよう。全部持って、え、買っちゃうよねこういうの。なんか総選挙終わった後に出る本もあるよ。めっちゃいっぱいある。何でもあります。私の部屋は大体こういう部屋にで住んでいました。私やばくない？国立競技場のやつとかあるよ。やばくない？本当に。現在の予想、現在はだってやってないじゃん。やってないのに予想するの？エモエモでしょ？グッティ15位これ使ってないわ。未開封。誰かいる？これペンライトカバー、防水カバー、これ野外ライブで使えるよ。よろしく。総選挙見てた。沖縄、あ、危ない危ない。何でも出てくるからもうよろしく。マジで本当に何でも出てくる。この部屋は基本的に。こんばんは。博物館みたい。にゃんこさんありがとう。たい焼き。当選切り予想、なんでもあるね。これなんだろう、これ、これなんの、これなんだろう、これ誰の、なんだ、あ、これ奈々さんの誕生日をお祝いした時の残骸だ。奈々ちゃん、奈々さんが25歳になった時の残骸。秘仏プレゼント。 5歳です。私5歳なんですよ。総選挙の録画、え、あると思う。なんか、あ、ないかな。それは多分オンラインお話し会でお祝いしてた時なんじゃない。こう残骸部屋、そう残骸部屋なんでもあるよ。だってね、え、見てほしい。な、そのと、多分その時のさ、お祝いしたやつなんだろうけど、見て、ハッピーバースデー飾ってあるからね、ここ。やばい、多分マジでハッピーバースデーだから。毎日ハッピーバースデーって感じ。うん、結構さ、広島に持ってってるんだよね、もの。うちわもあったよ、うちわいっぱい。自分で作ったやつ。ね、このナナさん美女が良すぎませんっていう話をさ、ちょっと50分ぐらい語りたいけど、そんなに配信できないから、この美女、このネロの美女が良すぎるよねって話をまあしたいかなって感じ。これはハブミズホさん、すき焼き坂だった人方と、わ、これ取れない、あ、取れる、関由美子さん。カチューシャ、カチューシャってこと。で、これが藤吉かりんさんで、てんちゃんさん、てんさん。今日は桜坂、明日も、明日で、明日があれだよね、明日もあるよね。のんたんさんありがとう。はるおさんありがとう。皆さんが十作だったらもちろん知ってるよね。知ってるよ、もちろん。だって毎月通ってたもん、お話し会とかも。お手紙久しぶりに出そうかな、ここにね、残ってるのがあるの。モンタンさんありがとう。美女が強い人が多い、ありがとう。ドーム行きますか。行けません。これ、これを使ってた多分。確かに久しぶりにお手紙書いてもいいな。変なこと書かないようにしよう。山梨にいる間に送ろう、奈々さんにお手紙。会いたいですピエンっていうのを送ってます。マスカード取りに行きな。もうやな、山梨にいるから。 3.753 313ありがとう。なんかシャンクスの残骸、シャンクスかな、急にワンピースで草なんだけど、シャンクス描いても人
ありがとう。返信封筒入れたら返信来るんかな。あー、ナナさんとかに送った時にってことね。え、でも分かんない。届け先を STU48 に、この北沢一号お手紙係みたいな送ったらいいんかな。タンタンさんありがとう。あ、郵便局に置いてきたの。リフリフしちゃうから、本当にご飯食べに行きたい。え、でもね、ご飯食べに行きたいってね言ってくれてくださってるんだよ。嬉しい。シャンクスさん、今日は実家ですよ。こんな急なさん、シャンクス。中堅さんありがとう。フルーツ大福嬉しい。沼さん、陽介ありがとう。キャンパさんありがとう。なんかいろんなものがありますわ。私の家はなんだこれは。本当に何かな、これも。うん、なんでもありますね。うん、キャンパーさんありがとう。ユーナーさんとご飯、死んじゃう。ユーリーさんお誕生日おめでとうございます。イレカさんもおめでとうございます。お話し会でリフリフ言ってないか。え、私は全然言ってるけど、それはしょうがないと思って。久しぶりにお手紙書こう。ナナさんに書きます。何でもありますよ。なんか多分、みんなにドン引きされちゃうかもしれないんだけど、いや、みんなならしないか。これを見せて今日の配信終わろう。あー、これじゃないよ。あれ、どこだっけな、この辺。あれ、どこだっけ。なくなっちゃった。なくなっちゃいましたよ。あれ、この辺だったと思ったんだけどな。あれ、まあないわ。また見つけたら見せよ。待ってね。あ、ないもん。うんうん、なかったです。見せたかったのが。まゆゆさんの卒業コンサートのムチチナラりました。ムチチ、ほんと、わしが体育祭の時に作って失敗したうちは1号って書いてあるけど、記号が入りすぎてダメです。あなたの名前は何ですか。 My name is 1号北沢。 Nice to meet you。 実家だよ。マイルームだよ。あ、ランキング読もうかな。じゃあ15位から読みたいと思います。15位キュピスさん、14位ルースさん、13位なちゃもこさん、12位ナルカリさん、11位ワンタンさん、10位まさきさん、9位のんたんさん、8位なおさん、7位とんさん、6位豊中のひろさん、5位りちゃさん、4位きよしさん、3位よしこくくんさん、2位りきぬさん、1位りんごさん、ありがとう。ありがとう。むちちのペンライト持ってるよ、私も。お揃いだね。のぶさんありがとう。それは広島にあるんだよね。ありがとう。実家を楽しみたいと思います。ななさんにお手紙書こう。嬉しい。書きたくなってきた、めっちゃ書こう。でもあんまり夜に書くと詩人になってしまうので、夜よって感じで禁止します。ありがとう。みんなもたい焼きくださってありがとうございます。ピンクたい焼き引き続き最終日まで集めますので、配信もよろしくお願いします。あとお話し会もね、再販も開催中ですので、お待ちしております。バイバーイ。みんなありがとう。書いた手紙は公開しません。普通に考えて。さよなら、みんな。おやすみ、バイバイ。ありがとう。お話し会待ってます。バイバイ。おやすみ。マカロンもね、確かに映したい。バイバイ。もうちょっと早い時間にじゃあできたらします。おやすみ、みんな。また明日です。終わらなくて気まずい。バイバイ。